これ見切れてますか？これ見切れてます？これ見切れてない？これも見切れてないですか？これ大丈夫？え、見切れてもよくね？これ僕は見切れてますか？見切れてるわけない。なんで見切れていたいんだよ。もうちょっと見切れちゃダメだよ。こっちです。なんでちょっと見切れたいんだよ。はい。よくです。えいじゃないよ。はい。違う。車ですね。今日ですね。はい。吉本所属の意外なタレントさんを見ていこう。あのね、はい、吉本興業にはですね、あのお笑い芸人さんいっぱいいますね。我々、はい、もそうなんですけれども、はい、意外と吉本ってあの大きい会社なんですね。まあ、大きいんですよ。分かってくれてるじゃないですか。ね、大きそうですよ。小学校を改造してるとは思えないぐらい、うん、確かにね、大きい会社なんです。その中では一番でかいですね。ね、はい、あの、はい、なんで、お笑い以外の文化人と呼ばれてる方とか、いろんなタレントさんいらっしゃるんですよ。はい。だから皆さんにはちょっと吉本のことをもっと知ってほしいってことで。なんでだよ。はい。もっと。なんであんまり知らないと思うからもっと知ってほしい。タケモットの言い方言ってるけど、タケモットもっと万劇フェスの言い方もっと万劇フェスの方、そっちの言い方、ちょっと我々も知らないんじゃないですか。まあなんか ねスポーツ選手なんかしてるなんかいるらしいよぐらい合わないから普段、うん、でもそういうのも調べてって、まあ、芸歴4年目なんでね、はいはい、まあ、ちゃんとそういうまだ挨拶したことない先輩に挨拶していこうかなって、うん、いいよしない方がいいじゃん。しない方がいいと思う。一緒の会社のお世話になってる方ですよって、うん、すいませんっていう、うん、知っていくってこと？いいと思う。はい、いいと思う、うん、調べていきましょう。ぷやー。はい、まず吉本興業と検索しました。はい。ほら、さ、芸人のさ、ちょっとタレントを検索するときにさ、うん、ジャンルがさ、はい、芸人、文化人、スポーツ選手、アイドル、パフォーマー、アーティスト、落語家、俳優、声優、タレント、ミュージシャン、ダンサー、新喜劇、e スポーツですよ。うわ、新喜劇って芸人と別の検索なんだ。ねえ、知らなかった。あ、出ました、はい、スポーツ選手ね、はい、ほら、ヤクルトスワローズの青木宣親選手。え、そうです。知らんかった。吉本なん、あの和製一郎と呼ばれる、え、ミート A の、うん、ミート A の青木、すごすぎる。マジで青木選手。へえー、調べてみたんですけど、うん、青木選手2010年時点でも吉本所属されてる。え、2010年からっていうか、もう時点ではもうすでに所属されてる。なるほどね。2010年からってことは少なくとも芸歴12年目以降。え、じゃあアイロンヘッドさんとかへえー、すごいっすね。あ、結構じゃあ先輩っすね。先輩だ。そっか、芸歴10年以上先輩ってことだから、うん、結構あんま気軽に主催ライブとかには誘えます。誘うなよ。誘って何さ、なんか新ネタライブとかには違う。誘えないよ。新ネタ、本当の新ネタじゃん。ゼロイチの新ネタ作ることになるから覚えておいてよ。いいよ、そうだ。何なんかデカミートフリップとかね。デカミートフリップ、こうやってめくる。めっちゃ面白いじゃん。すげえ面白いじゃん、それやってほしいけど。そういうことね。だからあの石井和久さんね。あ、なんかそれは俺も知ってるな。石井和久さん、そうそうそう、僕が前フジテレビでバイトしてた時に、うん、ちょっとよくいらっしゃって。なるほどね。はい、はいはいはい。そこでね、あのいろんな番組、うん、改札で出ててね、吉本興業だったから、はい、ちょっとお話しさせていただいて。あ、じゃあお前挨拶してんだ。お前は挨拶してんだ。だからコンビで挨拶してないから一回もいいって、いいってなんかコンビで挨拶しないと。バイトしてたやつの相方連れてこられたらびっくりするだろ。すいません、そこすいませんじゃない。野球教室とかも手伝ってるから。野球教室、うん、やってなかった。野球教室って、お前野球できないでしょ。できない。てぇ、玉広い。俺野球教室で玉広いしたの。いや、いない、意識ゼロ。いないって、そんな子供から舐めた目見られてた。そりゃそうだ。こいつは一切しないって。子供にも舐められてた。普通にサッカーの太田康介さんとか選手とか、勝山本さんも、え、勝山本さんも、後ろないの。勝山本さん、勝山本さんも吉本なんですか。片岡さん、片岡選手、片岡知ってるわ。ベッキーさんも、ね、ああ、ベッキーさん、そうベッキーの旦那さん、そっか、ベッキー選手ベッキー選手の旦那の片岡シャープフラット。アーティストの方にしたら違う。アーティストの方にしたら片岡さん、片岡さん。黒田選手も、なんていうかもう全然そのヤクルトとかだけじゃないじゃん。なんか黒田ってあの、いや、広島の男気で、黒田さんの潜在写真むっちゃかっこいいぞ。俳優じゃん。演歌歌手か俳優みたいな。すげえな。むちゃくちゃかっこいい。え、コマのも、ん、
コマの吉本よ。なんか、なんか、なんかあんのかよ。コマ、コマ、確かに。コマってお笑いだもん。お笑いだね。お笑いで PK だもん。お笑い PK だもん。お笑いさんも違うから。あ、そうなんだ。知らなかった。そうよ。へぇ。あの、斎藤学さんとか、その、マジで強いやつがサッカーはいますね。なんか、あ、そうなんだ。マジで強いやつ。そうよ。あら、田澤選手、田澤純一。田澤純一。さあ、あの、ほら。あの、うん、ちょっとでほら、メジャーリーグ行ってさ、あ、松坂さんのチームでね、田沢ルールの田沢で、そう、田沢ルールで田沢ルールは田沢に適用されないでおなじみ。はいはい。デニー・トマリさん、デニー・トマリさんも吉本なんですか。デニー・トマリさんも誰ですか。デニー、ありがとうございます。知れないけど、デニーさんのコーチもやられてました。デニー・トマリは吉本やろ。デニーさんも芸人だろ。デニーさんもですか。ありがとうございます、本当に。あ、長嶋昭雄さんとかね。あ、そうなんだ。うん、いらっしゃるわ。この人ちゃんと別の事務所入ってそうじゃない？めっちゃわかる、めっちゃわかる。ちゃんと普通にタレントの事務所入ってそうじゃない？めっちゃおもろいな。なんかその福留選手も？マジで？福留選手も？え、吉本で野球チーム作ったらめっちゃ強いじゃん。マジ強いじゃん。マジ強いじゃん。マジでなんで吉本って思うんだろう。ね。ね。やっぱ有能なんだよ。え、なんかその本当に強くないですか、その本当に、うん、俺も知ってる。ちょっと言い方あれだけど、その、うん、マジでさ、知らない選手とかじゃないじゃん、ずっと、うん、レジェンドみたいな、マジ強い人しかいないんだけど、すごっ。だから本当みんないっぱいいるんだよ、涌井選手もいるしさ、うん、だからその涌井なんですかね、ここら辺って森重和さんもいらっしゃるんですけど。え、あの森森重和さん、あの森かかる。あ、違うな、俺中日の監督のよ。ああ、マジかっこいいんだけど、洗剤。怖い人か。え、怖い人か。アウトレイジの洗剤。え、脇坂11いるでしょ。脇坂11いるよ、レーサーの。脇坂11。知らない、脇坂11有名じゃない。あ、そうなんですか、俺知らなかったな。脇坂11いる。え、でもさ、え、この人たちも、Google カレンダーで予定把握してんのかな。同じだね。でも、そう、マネジメントされてるってことはそうですよね。そうだよね。だから、もしそのマネージャーと仲良くなれば、涌井選手がいつ登板するか分かるかもしれないってことね。あ、確かに。ね、抑えられてるから、試合で。確かにね、試合で。で、この日から2軍行っちゃうの。分かるかもしれない。確かに。でも一番すごいのはやっぱり、あれですね。うん、ベンゲル監督ですよね。すごいよ。ベンゲル監督ですよ。なんからしいね。すごいのよ。最近入った？いや、入ったのはね、いや、俺らが無限大の時に、うん、俺無限大の打線会があるじゃん、うん、あそこですれ違ったのよ。普通に、なんか作業を終えて出ようと思ったら、うん、俺からなんか、まず外国人の集団来たから、うん、なんだ、なんだと思った、うん、俺も一応、お疲れ様ですって言ったのよ、うんうん、お疲れ様です、お疲れ様です、うん、って言ったら、後ろでペンテルさんに、ペンテルだと思って、と思って、俺後ろついてって、うん、なんでだよ。ついてて、あの無限大中入ったから、うん、え、どこに行くと思って、どこ行って、みんなに、え、ペンケルですよ、うん、ペンケルって言ってるから、その無限大のサッカー、女性の方とかサッカー全然興味なくて、誰ですか？誰です？全員、って誰ですかも問題だろ。誰で、なんで知らないやつ通してって、それも問題だから。で、あの無限大で所属するって記者会見やってたのよ。あ、記者会見やってたの？やってた。え、上手から？上手開けだった。竹口いいの？あ、2019年の秋に契約してる。24期。NSC 生じゃないか。NSC 生じゃないか。コトラの同期でしょ。コトラの同期じゃねえよ。コトラと金魚番長の同期。金魚番長の同期じゃねえよ、ベンゲルさん。あんま MC したことないよ。やってねえよ。じゃあ、課長風月出てねえんだよ、ベンゲルさん。じゃあ、月かな。月じゃねえよ。あんま会ってないから。ベンゲルさんは。月かな。とんでもねえだろ、とんでもねえんだぞ。とんでもねえんだぞ、ベンゲルさん。俺は名前しかあんま分かんないから、ベンゲルさん。めちゃくちゃすごいから。なんで吉本だろうって感じ、本当に。そうなん、これ本当にびっくりした時は。へぇ、そうよ。ベンゲル本出しながらね、最近もあの吉本から。吉本から、で、多分吉本でそうなの、そういう全部やってるから。はぁ、そういうことか。すげぇよ。すげぇ人じゃん。すげぇよ、マジだって。なんでやったんだ、アーセナルって。22年やったんだぞ。22年、アーセナルの監督やって、やばっ。もともと名古屋やって、なんかいろんなとこやって、うん、日本で1年だけやった。うん、で、22年ぐらいアーセナルやって、戻ってきて吉本も。吉本で、武漢？武漢じゃねえよ。舞台監督。そういう監督じゃねえよ。これ、ちょっと大喜利のフリップもうちょっと前に。
通訳返して通訳返して、うん、配信にどんぐらい映りやすいかとか、そうお客さんに全体的にもっとプレッシャーを持って減減プレスでお客さんに向かって減減サッカーみたいにやってないよ減減でそうなんだすごいねここに本いるんだすげえあとまあベタですけど、うん、あのアリスターオフェンさんね最高アリスターオフェンさんアリスターオフェンさんアリスターオフェンは 何年に所属ですかねもうね確かに辞めちゃってんだよね出てないから芸人辞めた芸人辞めてね芸人辞めた芸人辞めて格闘家戻ったやつや違うから我々の世代のもうスーパーヒーローいや本当だよねスーパーヒーローなんかそのボブサップの次に出てきたやつみたいなあんなやつまだいたんだっていやでももっともっとそのまあ、ね、ガチっぽい感じ、ね、もっとしっかりね今も UFC とかやってんだろいやそうよあ、2010年契約なんだ契約ってことは、デニスさんがお題すどう15ですねやっぱ15件分厚いね分厚すぎるだろ分厚すぎるだろ、ニューヨークさん、鬼越さん、フクロチさんからアリスターオフェンまでいいんだちょっと、ハーフとか外人みたいなやつ多いってえちょっと待って誰いつもの奥にさ、文化人の枠でいるんだけどそうなんじゃないもうそうなんじゃないいつもの奥にさんはえ、そうなの俺その、うん、え、その、え、か活動知らなかったんだけどその文化人で活動してる活動はちょっとあの、あ、そういうことだから東京ホテイソンのたけるさんが、うん、もう最終的にそうなるみたいなそういうことなんでいつもの奥にさん文化人なとこがあるからね文化人じゃん、うん、あ、智弁和歌山の監督の方すげえ智弁和歌山の元か 今じゃないと監督元監督さんですよね。はあ、もうあのご勇退されましたけど。うん、すげえよだってもうやっぱさ、うん、あの経歴の欄さダントツで長いの。経歴分厚い。めちゃくちゃ分厚い。甲子園最多優勝記録持ってる今吉本興業。すごい。そういうことすごいですね。そっかそりゃすごい。本当にもしかしてさ吉本興業さ、うん、なんかマジで野球で天下取りに行ってんじゃない？あ、実はマジでゆっくり、ね、バレてないもん高島さんに監督やっていただいて、うんうん、その青木選手とか涌井選手とか、うん、で引退してる時にかき集めてさ、うん、13球団目引けなんだよマジ確かに4番アリスタオフェン4番 DH DH アリスタオフェンやばいよ最近高校も作りましたそうだ確かにそうだ吉本の高校作ったわえ監督やんじゃマジでよかった監督やんじゃないこれは吉本の高校の野球部これ来年の選抜楽しみですよ21世紀枠21世紀枠かな確かにすげえわあ、待ってくださいこの、うん、チャーリーフルショーさんって方も吉本ですはいはい。チャーリーフルショーさん何の方ですかちょっと僕もなんか結構あの気になる見た目だなと思って写真写真なんだろうと思って見たら世界一多くの航空会社の飛行機に乗った人でギネス変なギネス持ってる人がすげえよな普段何してるのカメラマンさんですよでめちゃくちゃテレビ出てるあそうだからいろんなだから航空世界から写真航空写真家なんだ旅客機専門のだから乗ってるんですよなるほどねその狙って撮ったわけじゃなくて、はいはい、活動の幅広すぎて結果的にギネスになったパターンいやなるほどなるほどねすげえよこの人すごい人だだそういういろんな人がいるんだね。え？プリンセス天功さん吉本。え？マジで？知らんかった。パフォーマーで登録されてました。パフォーマー。うん。パフォーマーか確かに。で概要のとこは女性しか書いてない。なんかこの経歴とかじゃないんだ。へえ。すげえ。あ本とか出されてんだだから。え知らなかった。そうなんだ。本ご存知ないですか？プリンセス天功さん。わからないです。ちょっとハッピーになる小さな魔法そういう話かいメンタルの話かいでもう一個出します、うん、プリンセス天功の夢とキャリアを必ず実現させるビジネス最強の法則あでもなんかありそうだねはぁ、熱いはい、ということでもうたくさん見てきましたけどすごいですね、たくさんのやっぱ吉本すごいですね吉本すごいわ吉本すごいな芸人だけでもめっちゃいたのにこんなにいらっしゃるんだねで高校も作るでしょうんでも国作れるよ吉本いやこれ独立狙ってるだろうね独立狙ってるねこれ国としての、うんうん、沈黙の艦隊みたいにさ原子力艦とか1個乗っとったらさ吉本だけ国作れるよ本当だよなえぐいよ、うん、国交断絶しようぜ国交断絶しようぜなんでその国とはなんで怖すぎるから吉本国吉本国吉本国って怖いよ国交断絶怖いな
皆さんもね、これからは今挙げた有名な方々、はい、全部吉本所属だと思って、はい、吉本丸ごと応援しちゃってください。お願いします。チャンネル登録お願いします。チャンネル登録お願いします。チャンネル登録お願いします。